なと思って、頑張ってめっちゃ泣きそうだったけど本当に頑張って、いつもの引っ越しましたみたいな、こうやって頑張って、そうでももう赤菜が言い始めた時はうわーってなりましたっていう。でもそうなんか初めて知らない人の反応みたいだったけど、知っては知ってました。でも寂しいですね。制服の前57回出ましたって、おおすごい、やっぱりずっと研究生の時出てたから。え、意外とさリセット20回で少ないよ。そう、若菜はね本当に仲良しなので、あんま若菜は誰とでも仲いいけど、ひじり的にも本当に仲が良くて、あの結構カラオケもよく本当に何十回も一緒に行ってるし、それこそディズニーに連れて行ってもらったしとかで、普通にプライベートでめっちゃ遊ぶ、まあ、若菜自体がいろんなみんなと仲いいからさ、そう本当にみんなと仲いいけど、ひじりも結構仲良かったから、仲いいから寂しいですよ。しかもひじりは若菜と仲良くなったきっかけはカラオケだったの。なんか同期の中でもそんなしゃべる方じゃなくて、もともとでいつか忘れたけど、ひじりが中3とか高校1年生くらいの時だったか忘れたけど、なんか握手会の帰りに暇だねってなって、オンライン握手会の帰りに2人でなんか暇だねって言って、でカラオケでも行くって言って、そんな2人で出かけたことないのに一緒にカラオケ初めて行った時になんか意気投合して、そっからもうめっちゃ仲良くなったので、そうもう卒業する前にもう一回カラオケ行こうって感じ。本当に一時期マジでめっちゃ行ってたからね。なんかちょっと一緒の時があったらもう帰りカラオケ行こうとか言ったりしてたからな、まあ、カラオケだけの別に関係じゃないですけど、仲良くなったきっかけがカラオケだった。はじめまして、はじめまして。そう、私若菜とは趣味の話とかもアニメの話とかもするから、そうそれでね、それでそう意気投合したってのもありますけど、寂しいわ。だから5期生やっぱ同期のあれ、同期の卒業は耳鼻科以来1年ぶりくらいなのかな。じゃあ耳鼻科以来なのかな。やっぱ寂しいですね。ていうかこの時期もうあかりさんも卒業しちゃうし寂しいな。本当に寂しい。しかも次エリミカとエリミカじゃないエリミカじゃない若菜とチームまた違うので、チーム公演は一緒に出れないんですね。そうだからパジャドラでもう一緒に出る公演パジャドラしかないので、そうパジャドラいっぱい一緒に出れたらいいな。っていう、そうチーム違うからね、もともと違ったけど、リセットは結構アンダーの枠がめっちゃ多かったじゃないですか。そうだけど次はもうね今んとこまだないので、だからちょっとパジャドラをたくさん出たい一緒に。そうでも卒業してもね普通に仲良くしてほしいんですよね。仲良くしてほしいですよねっていうか、そう会える時は会えたらいいな。っていうね、みんなもうそうですよね。でも私たちは意外と5年目なんで、意外と5年目なんだよね。本
当になんか後輩のさ、一番後輩の時期がめっちゃ長かったから、なんか6期生入ってくるまでが結構空いたじゃないですか、5期から6期が。だからそう、間が長かったからか、なぜかまだ5年目間ゼロだけど、めっちゃ5周年ではないけど5年目なんですね今。そうだから本当に最近マジさ、先輩としてを考えるようになって、まあ主にひじりはそんなダンスとか教えられるほどのレベルじゃないので、まあ、頑張る、あのダンスそう教えられるほどじゃないから、ダンスとかはちょっとあんまり教えたりできないんですけど、その MC とかをめっちゃ考えるようになりました。あの一緒にパズドラとかいっぱい一緒にやるようになってからめっちゃなんか、おひじりってこんな大人だったんだってちょっと思った、最近思いました。でもまだちょっと難か、なんかわかんない、人に言う、まだ考え中。その自分のひじり先輩になったけど、先輩っぽいこともまだそのできてないので、今ちょっとねそういうのを考えます。最近スタラトスさん、神のやつありがとうございます。そう、え、しかもさ、いつも昨日若菜が卒業発表するって、まあ聞いてて事前に若菜にね、でいつもならいつもさ若菜が入ってるリセットで若菜がやってるポジションの時に市祭りやひじり隣なんですよ。だから卒業発表の話聞いた時に若菜に、えひじり市祭りは若菜の隣だから手離さなかったら言えないんじゃないみたいなことを言ったのね。そしたら、いや今日違うポジやねんみたいなこと言われて、あっってなりました。いや違うポジだったら市祭りの場所も違うんですよ、だから隣じゃないんじゃんと思って、そう隣じゃなかったっていう。まあ確かに5年目だけどコロナの時期はあったからね、正直1年空白の1年みたいな感じあったじゃないですか。でも七色公演もない時期あったじゃん、1年か半年くらいか、七色公演やるまでの時期って本当にもうバッて時期あったじゃん、あれがマジ空白の半年間みたいな、なんかいやマジそうだったよね。なんかもうスーパーにご飯買いに行くとか以外マジで出ませんみたいな、外でズームめっちゃやって、なんかズームでいろいろやりましたな。なんかズームでさ、あのなんか LINE ライブの番組とか やんなかったっけとかやったりしてて、マジで家から出なかった。だから今全然やらない自炊にハマって、スーパー行って自炊、あの食材買って自炊して暇を潰すみたいな。ああもうなんかあの時今考えても不思議だわ、そんな生活本当にできてたっけみたいな感じに思える。いやまだ終わってないけどさ、コロナ禍みたいな、コロナ禍終わってないけど、あの時よりはまあ全然違うじゃないですか状況。あら、あの時なんか絵も絵みたいな感じだわ、今考えると、振り返るとめっちゃ昼夜逆転してたし、ね、学校もひじり、あそうひじり高校入学したタイミングでリモート授業だったんですよ。でリモート嫌すぎて、あのリモートちょっと苦手でひじり、でリモート授業嫌すぎて、そう本当に嫌だった思い出ある。今はもう普通のリモートじゃないけど、その時のリモート授業めっちゃ嫌だった。なんで入学したばっかりでリモートなんだよとか思いながら。こんばんは。やっぱお腹空いてしまった。あーひじり、そうひじりさ、めっちゃ自分のこと話してばっかりで、人の話本当に聞くのが下手なんですね。だから聞き上手になりたいってもう1年くらい前から言ってるんですけど、マジ聞き上手になりたいけど INTP だから、そう、ね、INTP ってめっちゃ便利で、あ
INTP はひじりの性格の診断の性格なんですけど、 INTP だからさっていうのめっちゃ言い訳になる。いやひじり INTP だからさみたいな感じで言うとめっちゃ言い訳になります。いい言い訳になります。でも本当に聞き上手にはなりたい。夜ご飯食べてないんだよ。なんかお昼がめっちゃ遅くて、そうするとさっきまでお腹空いてなかったんですけど、今めっちゃお腹空いてるからどうしようみたいな。でも絶対外に出たくないし、でもこの家には何もないしみたいな。寝ようかな、寝ようかな。ダルゴナコーヒー流行ったの懐かしい。ひじりは何作ってたかな、コロナ禍の時。今は何も作らないけど、昔は何を作ってた、コロナ禍がやばかった時はホットケーキとか作ってました。あ、なんかチーズケーキ、チーズタルトとか作ったりしてましたよ。ほんと暇すぎて。今マジでやんないけど、マジで暇すぎてケーキとか、結構スイーツとか、なんかチョコパイとか作ってました。で、誰にも会わないから、あげる人もメンバーに配るもできないから一人で食べるっていう。マジで一生人と会わなかったよ。なんか人と会わなすぎておかしくなるみたいな感じ。まあみんなそうかだったけどこんばんは。博多誕生会で聞き上手な MC を、そうですね、話を遮らないのが聞き上手。そう、ひじり、MC とかちゃんと仕事、お仕事をしている時あんまり遮らない、わかんない、遮ってる時もあるかもだけど、遮らない、遮ってないじゃん多分、わかんない、遮ってる時あるかな。でもひじり的には MC の時は大丈夫なんですけど、普段なんか人と話す時とか、大人数で話す時は、ひじり大人数で話す、大人数で輪になって話すみたいなさ、その陽キャのウェイみたいな感じのが得意じゃないっていうか、聞くのはいいけど話すのは、そういう時はあんま話さないけど、例えば4人くらいで話してる時とかめっちゃ遮っちゃうなとは思う。それは直さないと。でもお仕事の時はやんないやってないですよ。でも普段は、いやどうだろう、でも遮ってるっていうか、例えば誰かの話が終わった時に、誰かと同時に、いやでもみたいな感じで入っていって、あごめんって言ってこう、ことはよくあります。いぶきとかと結構同時に喋り始めて、お互い言葉かぶって、あいぶきいいよとか言って、いぶきもあひじりいいよとか言って譲り合いみたいになるけど、そういうのはある。でもMC の時は心がけは、なんかその最近司会、 MC の司会をするようになって、あおいちゃんさんハートありがとうございます。そう、 MC の司会をするようになってさ、公演ではよくやってたけど、アイアライブでもやったんですよ、仕切り MC の司会をアイアライブでもやって、前後半 MC があってさ、その時にやったんですけど、そうやっぱね、話の振り方あれですね、難しいですね。あと5期生 MC、 あそうそう、5期生だけの MC があったのよ。ありがたいことに5期生が4人いたので、今回5期生 MC を組んでくれて、そう入れてくれて、で5期生で MC してたんですけど、5期生 MC はひじり企画やるって聞いてて、だからフリートークとかじゃなくて企画ものをやるって聞いてたのね。そうだから、あ、オッケーみたいな、企画ね、オッケーじゃあやろうみたいな感じで、行ったらフリートークだったから、もうえっとなって、一回思考停止して、やばい、何も話考えてないよと思って、例えば事前にさ、MC ですよってフリーですよって言われてたらもちろん話すネタ考えるけど、そう企画ってと思い込んでたから、多分みんなそう企画と思ってて、全員
そうだからみんなんってなって、そうめっちゃ焦ったけど頑張ってみんなで話した。そう若菜とピナとひじりがもうあのみんなあれってなって内心ねえた喋るのみたいな、そうなったけどなんとかみんなで頑張りました。そう企画やるかと思ったんだ。でも普通に5期生でトークできて楽しかったです。あの MC は難しかったけど楽しかった。 MC は楽しかったの。全部やっぱ MC 楽しいわ。むずい、本当に難しいけどね。あーコロナ禍の時あったね。ホットケーキの粉買えない時とたこ焼き粉が買えない時期もめっちゃあった。てかいまだにたこ焼き粉ってさあの売り切れてる日あるよね、スーパーとかに行って。この前もさあのまあこれはお正月の地元での話だけど、友達となんかタコパしようって言って、そうたこ焼き粉買いに行ったらね売り切れてて、スーパーに。そうだから違うのしたんですけど、最近金縛りに会っていませんかだって。いや全然会います。もうね金縛りがなんかなんでだろうね、原因不明なんですけど、疲れて金縛りって疲れとか言うけど疲れてない日もあるんですよね。なんかなんでだろうね、なぜか。でももう怖くなくなりました本気で。金縛り本当に怖くなくなった。あ、そう、小田さんのソロのバックダンサーもしました。で、そのバックダンサーも本当に直前に、なんか直前っていうか小田さんのバックダンサーのやるっていうのもねめっちゃ直前に決まってバックダンサーするって。そうで、うちわをねもうマネージャーさんにうちわを作ってくださいって言って、そう本当は小道具何もない予定だったから、あの発表を着てそのままなんかおたげをしようみたいな感じだったんですけど、ペンライトとかもなかったからうちはお願いしますって言って、あのさやまるさんと二人で、うん、あのマジ頼みしに行って、お願いだからちょっとうちはお願いしますって言ったら急いであの買ってきて作ってくれました。そうあれが一番疲れたかも。めっちゃ息切れした。なんかおたげみたいなのをして、そしたらもうあのはけた後もすぐ着替えなきゃだったんですけど、もうなんかってなりながらめっちゃねそう息切れしました。楽しかった。そう本当に楽しかったな、アイアライブで。ひじりはそう何でもない、ちょっと何言おうとしたか忘れました。本当にでも楽しかった。なんかいろんなひじりね観覧車好きなんですよ。止まらない観覧車ね。そうでなんかちゃんとやったの初めてだったんで、なんか普通にみんなで踊るとかはあのコンサートとかでやってたけどさ、ポジションで踊るの初めてだったから観覧車楽しかった。トゥンチャンチャン栄光のラビリンス。グラビアやらないですっていうかもう始まってるよね。やらないです。そうでうちはね ODA がそうアドさんになっちゃって、そうこんなこともありましたが、いやマジそう小田さんが本当に最近あ新チームも一緒なので、まあ、年末のフリーレもずっと一緒だったし、そう結構小田さんねマジ癒される小田さんと話してたら、みんなそうみんな小田さんと話してたら癒されると思うけど、そうなんかもうマイナスイオンやばいよねマジで。
そうでもね楽しかったです。アヤライブのあの MC でもなんか小田さんとイエーイイエーイみたいなやって、そう楽しかった。いや小田さんも最近なんかちょっとそう仲良くなれて、でユエルさんも最近ひじりその、あの公演の MC でも言ったんですけど、ユエルさんが本当にもう面白いっていうか、なんか楽屋で絶対目が合うんですユエルさんと。リセットとかパズドラとか結構一緒に出てて、ユエルさん制服の面も出るし、だから結構どこの公演行ってもユエルさんと一緒のことが多くて、そうするとなんか楽屋でバチって絶対目が合うの、1日に3回ぐらい、一緒の日絶対1日に3回ぐらい目が合うんですよ。で2人ともなんかちょっとフフみたいな、なんか絶対あるんですよ、なんかユエルさんと最近。だから本当に面白くて、なぜかそれが、そうマジでユエルさんが面白い最近、本当に面白くて、いやもうちょっとランキング読まなきゃ。なんかねアイアライブのリハの日にひじりがロンティー着てたんですよ、紫色のロンティー着てて、お母さんになんかお母さんがパジャマにしてたから、えこれレッスン着で使えそうだから持って帰っていいって言って、あの地元から持って帰ってきたやつだったんですけど、その T シャツが。でここになんか謎のねあの紫の服なのに、ここになんか黄緑のタグみたいなのがついてて、めっちゃ短いちょんみたいな黄緑の糸かなみたいなのがここに縫われてて、そういう服なんですけど、あのダンスの先生が「そうあれひじりそれ何?」みたいな言われて、リハの時で早送りカレンダーでセンターさせていただいたんで、早送りの時こう前にいたんですよ。そしたらその早送りの前で先生が「ひじりそれ何?」みたいな言われて、あ「こういう服ですよ」って言って。え絶対違うでしょみたいな話になって、でも本当にこういう服だった、そういう服だったんですね、ここに縫われて、そう絶対そういう服なのに、みんな「いやそういう服じゃないよ、絶対なんか違うよ」みたいな、「絶対切り忘れだよ」みたいなこと言われて、そう「でもそういう服なんですよ」って言ってたら、あのその後ユエルさんがねそのひじりの服を見るたびずっと笑ってきて、そう。ひじりがユエルさん結構ツボなんですけど、ユエルさんも多分ひじりのこと最近ツボで、お互いになんか顔合わせたら笑っちゃうんですよ。あもうランキングはもうそろそろ。クーマークさん、神ありがとうございます。あと5期生 MC の衣装シースルー受けてた、あれ受けて、いやシースルーの衣装マジ可愛いと思うよ。いやなんか急なフォローしちゃった。いや本当可愛くてお気に入りなんですけど、そう寒いっていう。でランキング読む。でランキング読みます。13位ヨッシーパパさんありがとうございます。12位葵ちゃんさんありがとうございます。11位フルキャパさんありがとうございます。10位ストラトスさんありがとうございます。9位海ほたるさんありがとうございます。8位カブチョロさんありがとうございます。7位アンダハローさんありがとうございます。6位ポアロンさんありがとうございます。5位ブリントーさんありがとうございます。4位ヨシボウさんありがとうございます。3位ただの魚さんありがとうございます。2位海速さんありがとうございます。1位中さんありがとうございます。ということで久しぶりのショールームありがとうございました。ちょっとまたやると思う、何日か後にやりますね。では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 、ありがとうございました。いろんななんかやってない分ちょっと話すことがいっぱいだったけど、ほぼ MBTI、 あみんなやってみて、 MBTI 診断って言うね、診断めっちゃ面白いから、性格診断やってね。じゃあありがとうございました。ちょっと漫画読もうかな、この後漫画読もうかな。じゃあありがとうございました皆様。あでもお腹すいた。あ博多城会頑張ります。頑張ります。4時間見てね、ちょっと長いけどみんなよかったら見てください。博多城会4時間、なんか家事とかしながら見てください。ではありがとうございました。バイ。なんか言うことあった、あ握手会の受付今してるかな、ちょっと待って、あと1分ある、あ今してないかな、
あ、してなかった、ごめんなさい、今してなかった。じゃあありがとうございました、バイバーイ、おやすみ、さようなら。高壇上階頑張ります。